スタートマーションの説明をいただきます。それでは行きましょう。ノービスクラスの第3ヒートをスタートいたします。さあ、綺麗なスタートを切っていったのはカーゼッケン3番ですね。予選の第1ラウンド暫定トップタイムを獲得しました。早時代向かって左側に乗るのジュニアドライバー柳沢選手、蛍光イエローのカラーリング、持ちタイムは9周の2分1秒というタイムを、ね、持っています。さあ、このタイム自己ベスト更新になるか、実習を、ね、目指していただきたいと思います。ベストラップ13秒470をマーク。2番手に押したのはカーゼッケン1番レディースドライバー稲垣彩乃選手、2番手その差2秒5。ホワイトとパープルのバーリング、さあここにミスがあった隙に2番手変わった、2番手変わってカーゼッケン4番栗原選手入場、3番手稲垣選手、4番手松橋選手、5番手に向井選手のようだ。走行時間残り1分です。さあ上位3体は4周クリアして5周目、柳沢秀樹選手12秒970。さあ前方にバックマーカー見てきた健康イエローのマシンです。現在レースリーダー手前の試験から、さあはい、ありがとうございます。そしてブルーのマシンを後ろに来たところでちょっとミスがあった隙、再びバックストレート、走行時間残り30秒、前方にブルーのマシンが見えてきた。さあトップマシンです。はい、ありがとうございます。走行時間間もなく残り25秒、7周クリアしてきました柳沢選手。そして2番手の栗原選手は今7周クリア、5秒4の差トップの2番手。3番稲垣選手も今7周クリアして8周目。走行時間残り10秒切った、残り5秒、走行時間残り2分経過。3コースゴー柳沢選手投入です。4コースゴー、5コースゴー、2コースゴー、全車ゴール。さあトップゴールはカーゼッケン様、柳沢選手入ってください。はい、9周の2分1秒410、先ほどとね、ほとんど同じようなタイムでしたね。はい、それでは、いずれにしても